アルベンダゾールは様々な寄生虫感染症を治療可能な医薬品である。商品名エスカゾール。日本で放虫症の治療薬として承認されているほか、海外ではジアルジア症、ベン虫症、フィラリア、神経脳中症、行虫症、懐虫症等の治療に用いられる。ベンゾイミダゾール系の高スペクトル虫薬に分類される。経口薬である。 多く見られる副作用は大きい、腹痛、頭痛である。重篤な副作用としては骨髄抑制が起こり得、その場合は副薬を中止する必要がある。肝機能障害があり副作用リスクが大きかった、患者下肝炎の発生が報告された。胎児に対しては、米国胎児危険度分類は C、合衆の分類は D であり、妊婦が服用するという害事象が発生しうることを意味する。 アルベンダゾールは1975年に開発された。風雨疾水薬品モデルリストに収載されている。日本で認められている効能、効果は、放虫症のみである。海外では、下記の寄生虫症の第一選択薬である。アフリカで配布されたアルベンダゾールの空き瓶アフリカでは、増皮症の電波防止の努力の一環として、アルベンダゾールが使用されている。 サブサハラアフリカではアルベンダゾールはイベルメクチンと併用され、世界のその他の地域ではジエチルカルバマジンと併用される。抗原虫薬としてジアルジア症や微放射中症の治療に応用される。ベンゾイミダゾール系薬物に過敏症のある患者には近忌である。欧州ではアルベンダゾールはクラス D に分類されている。薬物動態学的に見ると 痕跡量が生液中に出現する。アルベンダゾールの再生形成を考慮すると、男性は成功時に適切な避妊をすべきである。女性は妊娠中に服用すべきでなく、服用後1ヶ月は妊娠を避けるべきである。アルベンダゾールで発生する重大な副作用は、半血球減少症、皮膚粘膜癌症候群、多系後半、肝機能障害、横断である。 アルベンダゾールは、腹痛、めまい、頭痛、発熱、大き、い、嘔と、一時的脱毛を引き起こす、可能性がある。稀な副作用として、持続的な喉頭痛、激しい頭痛、痙攣、視覚障害、目や、皮膚の応変、着色尿、胃痛、あざ液生成、精神状態、気分の変調、強い肩こり、尿量変化が知られている。 肝酵素上昇は一般的な副作用であるが、稀に急性肝不全が発生すると報告されている。アレルギー反応も起こりうる。その他にも稀に骨髄抑制、無下流休症、再生不良性貧血を引き起こすことが報告されている。この副作用はエキノコックスの法を含む肝疾患を有する患者で発症リスクが高いようである。抗転換薬のカルバマゼピン。 フェニトイン、フェノバルビタールは、アルベンダゾールの血中濃度を低下させ、半減期を短縮させる。生産薬のシメチジンは、血中アルベンダゾール濃度を上昇させ、半減期を延長させる。これは、アルベンダゾールの効果を増強するので、重症感染症に使用する際には有用であると思われる。食事と共に服用すると、血小中濃度が空腹時服用の4.5倍に。 高まることが報告されているので、食事とともに服用することが望ましい。苦中薬としては、アルベンダゾールは、チューブリンのコリヒチン管受精部位に結合して、微小管の重合や介合を阻害して、虫体の消化管細胞を変性させる。細胞質微小管を損失すると、感性寄生虫の幼虫や生虫で、グルコースの取り込みができなくなり、グリ原の貯蔵を枯渇させる。 編成は、細胞内の小胞体や配送のミトコンドリアで、発生し、続いて、リソソームが放出されて細胞が崩壊する。アルベンダゾール S オキシドの構造式アルベンダゾールは、肝臓のアルベンダゾールモノオキシゲナーゼで酸化されて、アルベンダゾールするホキシドになる。アルベンダゾール分子のほか、このオキシドにも苦中活性がある。1。世界中の多くの地域では、 一回服用量あたりの価格は0.01から0.06ベイドルであるが、米国内では2014年時点で一回服用量あたり約50ベイドルである。日本では一回服用量の薬価は2016年4月時点で399.1円である。ローリーでは先発品の価格はおよそ800ベイドルであり、後発品でも540ベイドルである。 先発品の権利を購入したミドラ社は価格を吊り上げ、患者の権利擁護団体と、米国民主党の政治家から批判を浴びた。米国では、アルベンザ、エスコゾール、ゼントルなどの商品名で市販されて広く使用されているものの、米国食品医薬品局は寄生虫病の適用としては認可していない。アルベンダゾールはグラクソスミスクラインにより市販されている。 ありがとうございます。